ニューバユニット、姿勢の安定感が向上する。バランスを崩して踏ん張るときには姿勢制御バーニアが噴射し、より早くバランスを回復させる。転倒時の衝撃も和らげ、君や荷物のダメージを軽減してくれるはずだ。こいつのことか。急にすまん、フラジャイルに飛ばしてもらった。念願のビーチを通ってね。と言っても彼女のビーチだが。分かってる、ビーチ見学がしたかったわけじゃない。実は BB に重大な問題が発生している。前にも話したと思うが、 BB はこのインキュベーターを通じて本部にあるスティルマザーとカイラル通信を介してつながっている。ブリッジベイビーはその名の通り、この世とあの世の架け橋だ。我々がいるこの世界でも、 BT たちのいる死の世界でもなく、その狭間、生と死の均衡点にいる。そのどちらに偏ってもいけないんだ。ところが BB28 はここしばらくみるみる生の世界に近づきつつある。つまりあんたにだ。俺たちはうまくやってる。俺たち？サム、BB はあくまでもただの装備だ。ブリッジだがベイビーじゃない。 BB に何が起きてるんだ？兵器である BB が生物のように成長を始めてるんだ。体重も増えて
脳波も活発になってきた。記憶も蓄積している。 BB28 はベイビーとして自我が芽生えつつあるんだ。それが問題になるのか。 BB は装備だ。人為的に作られたものだ。このポッドの中でしか活動ができない。ここから出せば 70% の確率で二度と活動しなくなる。だが、だからといってこのままでは数日中に動かなくなるだろう。動かなくなる。そうだ、ポッドの中で機能を停止、装備としては使えなくなる。どうすればいい。リセットする。しばらく俺に預けてくれ。あんたと BB をつなぐ再帯を切断し、 BB をあの世とつなぐ再手術をする。縄を引っ張るように再び死の世界に引き寄せ、 BB が装備であるための生と死のバランスを元に戻すんだ。あんたはしばらく BB なしで行動することになるが。じゃあこいつはどうなるんだ。そうだな、うまくいっても記憶をなくす可能性がある。記憶をなくす。俺を忘れるのか。大丈夫だ、 BB の性能には影響しない。俺に任せてくれ。ほらほら、大丈夫、ゲームと同じだよ。またリセットしてやり直すだけだ。だから子供は嫌いなんだ。サム、俺はビーチを通ってきたからひどく汚れたし、ビビーの排泄物でまたひどく汚れてしまった。音声ログに残ることもない。画像から唇も読まれたくはない。もっと近づいて、ダイハードマンに聞かれるとまずい。いいか、俺が調べている BB 初期実験の話だ。 BB の実験がボイドアウトを引き起こし、当時の大統領が死亡、アメリカ政府は中止を発表した。資料は破棄され、 BB 技術は封印された。しかし実験はその後も裏で続いていたんだよ。指揮していたのはストランド大統領だ。ブリジットが。BB は DS を解明する唯一の架け橋だったんだ。いろいろな利用法が検討されていた。 BT のセンサーとしてだけではなく、カイラル通信への転用やビーチへの移動手段としての応用研究だ。
どれも実用化には至らなかったんだろう。その BB 技術をなぜか今はテロリストが使っている。そのことをダイハードも彼に話していいかどうか。彼がいつから大統領の元にいたのか、そもそも本名も顔さえもわからない。さも、あんたの方が付き合いが長いんだろう。あのマスクは前からつけていた。顔に火傷をしたとかで。そうか、すまん。本部に蓄積されたデータには最高度の閲覧制限がついている。ダイハードマン以上のクリアランス権限がないと閲覧できない。しかしカイラル通信をつないでいけば、各地に散らばり断片化している民間のデータを統合することができる。それらが関連付けられれば何か分かってくるはずだ。気をつけろよサム。いいな。いやサム、あんたには驚かされたよ。まあこれで洗濯の手間も省けたかな。BB を直してくれよな。いや、直すのはあんただよ。あんたにも手伝ってもらわないと。具体的な内容は上の配送端末を見てくれ。準備ができたらな。